フェルナンド・プレビターリはイタリアの指揮者、アドリアの生まれ、鳥の音楽院でフランコ・アルファーノに作曲を学んだほか、オルガンやチェロも学び、卒業後は鳥の霊場劇場のチェロ奏者を務めた。1928年にフィレンツェに行き、フィレンツェ私立劇場でビットリオグイのアシスタントを務め、グイがフィレンツェ5月音楽祭管弦楽団を設立する手助けをした。 グイの勧めで現代を音楽に興味を持ち、ブゾーニやダラピッコラの作品を多く手掛けた。1936年から1943年、及び1945年から1953年まで、ローマイタリア放送公共楽団の主席指揮者となり、1953年からは、ローマ聖チェチリア音楽院管弦楽団の芸術顧問及び指揮者となった。 1942年から1945年まではミラノのスカラザの指揮者を務めている。1957年にはクリーブランド管弦楽団に招かれてアメリカデビューを果たし、1960年から1967年までブエノスアイレスのコロン劇場の主席指揮者を務めた。1972年にはサンカルロ劇場の主席指揮者になり、 霊女劇場などでも活躍した1958年ローマにて没。ありがとうございます。